NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会は日本で行われるフィギュアスケートの国際競技会 ISU グランプリシリーズを構成するフィギュアスケート競技会の一つ日本スケート連盟と日本放送協会共催の国際フィギュアスケート競技大会で1979年から開催され1995年から ISU グランプリシリーズに組み込まれている 日本スケート連盟創立50周年を記念し、アジア初の国際フィギュアスケート競技大会であった。当時は日本におけるフィギュアスケートの普及を目的とし、日本スケート連盟が1978年まで開催した日本とソ連の選手を招待した日ソ神前フィギュアスケート大会と1978年に 日本とソ連以外の選手も招かれた国際チャンピオンズ大会といった大会があった。スケートカナダやスケートアメリカ等の欧米の国際大会と異なり、1979年の第1回大会以来、競技種目の打ちコンパルソリーフィギュアを行わず、ショートプログラムとフリースケーティングのみが実施されて現在に至る。ただし1983年の 第5回大会のみ1984年世界ジュニアフィギュアスケート選手権を兼ねたためにコンパルソリーフィギュアが実施されている。1991年に国際ルールでコンパルソリーフィギュアが廃止となり世界が日本に合わせた形となった。なお日本の選手は伊藤緑をはじめ北米の選手同様コンパルソリーが比較的苦手な選手が多かった。 2002年大会から2006年大会までの間、女子シングルは日本勢が5連覇している。また、2005年大会では日本人男女でアベック優勝を果たし、翌年の2006年大会では男女共に日本人で表彰台を独占した。2008年9月から11月にかけて NHK ハイフィギュア30周年記念展、銀版の奇跡が開催された。 日本で開催される世界フィギュアスケート選手権や ISU グランプリファイナルが開催地の偏りがある一方 NHK 杯の開催地は全国を転々と回っている。また開催時期は11月下旬から12月上旬であることが多い。ただし2004から2005シーズンおよび2009から2010シーズンは11月初頭に開催した。 さらに、2010から2011シーズンは10月下旬に開催。おおむね、男女シングルの模様は総合テレビでゴールデンタイムに生中継され、ペアやアイスダンスなどは1990年代頃までは、主に総合テレビで夕方に中継。それ以後は、男子シングル SP の序盤も含めて、衛星第一放送で生中継されている。なお、 女子シングルに関しては年によっては総合テレビが大相撲九州場所の中継との兼ね合いで BS1 で生中継する場合がある。また、最終日の上位入賞者によるエキシビージョンについても同様に BS1 で生中継した後深夜に総合テレビでダイジェスト放送されているが2013.14年は総合テレビで生中継されていた。また、 BS1 では2012年以降、アイスダンス、FD とエキシビションの間に、日本人選手やメダリストに、鈴木秋子が質問やインタビューをするという、秋子の部屋が放送されている。この大会の開催が、日本のフィギュアスケートブームの始まりとなり、昭和50年代当時視聴率が20%を超えていた。2005年限りで NHK と ISU との、 間でのグランプリシリーズの放送契約が満了し、代わってテレビ朝日が ISU と2006年以降日本国内での独占放送契約を結んで以降もタイトルの通り NHK から勝敗が贈呈され、かつ大会の取材も行っているので一連のグランプリシリーズで唯一特例として NHK での放送が継続されている。2016年1月9日、 東日本大震災発生後周年に寄せて過去の NHK 杯国際フィギュアスケートに出場した選手による特別大会として NHK 杯フィギュアスペシャルエキシビションが盛岡市アイスアリーナで行われた。当特別大会では被災地にゆかりのある羽生譲、る、荒川静香、鈴木明子をはじめ過去のこの大会に出場し 高成績を上げた国内外のトップスケーターが、総出場し、被災地にフィギュアスケートのエキシビション演技をプレゼントする、ことで、復興への力強いエールを送るというものだった。収益金は、NHK 厚生文化事業団を通して、被災地の復興財源に寄付された。この模様は開催当日、BS1 と総合テレビへのリレー中継としてに、 チャンネルガスさん3時間近くにわたりせい放送され、さらにその抜粋、再編集版が、同1月11日に BS1、2月11日に総合テレビにて放送された。ありがとうございます。